鳥居峠は、新潟県東蒲原郡阿賀町と福島県山郡、西会津町の境界にある峠である。標高199メートル。新潟県阿賀町から、福島県西会津町へかけての越後山脈上にある峠。国道49号が経由している。国道49号に並行して、会津地方と新潟県を結んでいる万越再線。 万越自動車道はこの峠を経由せず、万越再線は阿賀野川近くを経由し、万越自動車道は鳥居峠南方の山地をトンネルで通過している。江戸時代、本峠は道の区国合津若松と越後国柴田を結ぶ越後街道が経由していた。これは当時柴田藩、村上藩の参勤交代に利用されるなどしており、 当時定められた合図5街道に選定されるなど、重要な街道であった。本峠は、越後街道の難所の一つとされ、越後からは、干物や塩などの産物とそれに対して、合図からも越後に出ていく産物が本峠経由で、運ばれていたとされる。その後、明治時代に入ると、当時の福島県令、三下道常の政策により、合図三方道路の事業が行われる。 この事業では、鳥居峠付近を経由していたものの、旧来の鳥居峠を通らなかったとされる。第二次世界大戦後に至ると、本格的な自動車交通の時代が訪れる。当時、一級国道国道49号に指定されたが、以前現在の旧道を経由していた。しかし、 その後昭は40年代の国道49号一次改良で、現在の峠北側を経由するルートに改良され、変更された。また、1971年10月25日に、県境で国道49号一次改良の開通式が行われた。原道は、福島側から徐々に、旧道の北側を上り、緩やかなカーブと、鳥大橋などで峠へ至り、新潟側に下る。 これは前日のように昭和40年代の国道49号の一時改良で改良された後の経路である。福島県側西合図町の宝坂地区において JR 東日本番越西線の特区駅への道路で国道459号と連絡する福島県道384号、徳沢宝坂線への分岐がある。国道459号は 国道49号と対照的に、県境付近では、阿賀川、阿賀の川沿いの経路が指定されている。新宝川橋、鳥居大橋前日の通り、旧道が、原道の南側を経由する。旧道は、福島県側から、国道49号分岐後に、白坂集落を経て、さらに、宝川集落を通る。その後、一部国道49号原道に合流する。そして、 再び玄道から分岐し、つづら折りを繰り返し峠へ登る。峠から下ると旧道は、安田集落を経由し、国道49号玄道に合流する。近年は、特に峠付近において、樹木が生い茂り道路の荒廃が進んでいたが、2008年より旧道の再整備が進んでいる。ありがとうございます。